鹿児島ユナイテッドロッカールーム。さあ、鹿児島ユナイテッドロッカールームのコーナーです。ちょっとさっき曲紹介大変でしたね、これね。大失敗だったよね、私ね。大丈夫ですか？大丈夫です。そんなことないよ、マッキーね。前畑さん前畑さん今ね聞いてたよ。本当ですか？うん。ちょっと気を取り直して、鹿児島ユナイテッドロッカールーム今日収録してきました。それではどうぞ。鹿児島ユナイテッドロッカールーム。今日のロッカールームレポーターは新中剛です。皆さんお久しぶりです。はい、では今日は練習終わりの選手にインタビューしてみましょう。お疲れ様です。はい、今日は3人の選手に来てもらいました。まず自己紹介お願いします。いいね、元気いいわ。はい、続いて大場で雄平です。はい、元気いいね。はい、3人目ちゃん元気ある、逆にね、そういう流れ。はい、続いて前節のホンダロック戦を振り返ってもらいます。井上選手どうでしたか？いや、もうサポーターがたくさん来てくださってありがたかったです。ベンチ外のメンバーも行ったんで、これが力になったじゃないでしょうか。じゃあ続いて大場選手。難しい試合でしたけど、勝てたことが一番良かったと思います。じゃあハットトリックの秋選手。いや、出てねえわ。出てねえ。出てない。出てない。じゃあ見ててどうでしたか？やっぱりみんな気持ち入ってて、すごいいいプレーもできたんで、白熱した展開で良かったと思います。はい、では次プライベートのこと聞いていきたいと思います。オフの日は何をしているか聞きたいと思います。井上選手。最近はもう何もしないんだよな。わかるわかる。たまーに近くの。体休めるってやつでしょ。ほんと体休める。はい、井上選手は体を休めてます。はい、大場選手。体休めてますよ。あれしてんじゃん。え、あれ、はい、なんだよ、あれっつってよ。攻撃しないよ、マジで。じゃあここで大場選手得意のモノマネをしてもらいます。はい、ベバール君です、どうぞ。ネバール、ネバよ、うまい。はい、ではネバール君お願いします。誰がネバール君？はい、長岩選手は何をしていますか、奥の日？僕は体にムチ打って家族サービスしてます。はい、偉いですね。子供可愛いですか？超可愛いです。可愛いよね。世界一。奥さんと子供どっちが可愛いですか？一応奥さん。そこは変えなかったと。はい、では最後にサポーターの皆さんへメッセージお願いします。井上選手、引き続き応援よろしくお願いします。普通川森選手がライバルは井上選手と言ってたみたいですけど、その辺どうですか？勝てる気しないですね。まあ色の黒さではね、イケメン枠で勝負するらしいけど、どうですか？いや、勝てる気しないです。大場さんどうですか？いや、勝てる気しないです。長谷選手どうですか？勝つ気ないです。はい、じゃあ大場選手、あ、間違えました、ネバール君。サポーターの皆さんへメッセージお願いします。また応援よろしくネバね。面白い。最後に長岩選手、ハードル上がってますけどお願いします。まだまだたくさん試合があるので、応援をいっぱいください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。以上、鹿児島ユナイテッドロッカールームでした。はい、いかがでしたか、お二人。富成選手から感想をどうぞ。いや、大変面白かったと思います。もうちょっと心を込めてもらっていいですかね。はい、大場君面白かったですね。大場選手やりましたね。はい、あんなやつだとは思わなかったです。やりきってるところがいいですね。はい、しかもちょっと似てるところがなんか悔しいですね。ね、似てるよね。武田選手どうでした？ちょっと試合中大場がビヨヨーンって上に伸びないか心配です。台伸びてる。いや、俺は下にです。ちゃうわ、もう言わせんなって。今ロッカールームのあれなの、俺じゃないから。伸びるね、トビー。伸びるって話するとすごい。伸びるくんなんだ、武田選手。
それも違うね。今のは違う。今ちょっとなんか返しが難しかった。さっきちょっとカンタの、ねね、取り戻そうと必死な感じが。バレました。取り戻せないし、このままで。行こう。ラジオネームケリーさんからの質問言っていいですか。はい。マッキーちゃんお疲れ様です。今日のゲスト、武田選手と富成選手ですか。マッキーちゃんなら、富さんファンの私の気持ち分かってくれると思います。ドキドキだって。はい、ありがとうございます。何を質問しようか焦ります。武田選手と富さん、今身の回りでちょっとだけ気になってることとかものとかありますか、教えてください。じゃあ武田選手からいきましょう。山田の2ブロックが2ブロックじゃなくなってるところですね。気になる。はい、なんかかぶってきてるから。今日もなんか伸びてきたねって、2ブロックしないのっつって、うん、じゃあそれ立てたらどうなんのって、昔のギャッツビーみたいになるのっていう話をしたんですよ、うん、で今度天気見たらこうパカパカしてって言ったんですけど、それ無理だよって言ってました。無理って言ってました。気になる。確かに、はい、色も変わってたしね、色がなんかまたね、あ、変わる時ってなんかあるんでしょ彼の中で。そうなの。なんか気合い入れる時だし。あいつどこ向かってんすかね。どこ向かってんですよね。ちょっとまたどういう2ブロックになるのか期待ですね。ちょっとリサーチしといてくださいね。はい、はい、じゃあ富さん、最近気になってること、うん、そうですね、あのこの前テレビでやってた、あの女の人がパックする上に、あのそれさらに上にパックするっていう100均で売ってるあのやつが欲しいです。どういうこと？あの半身浴とかそういう時にパックをして入るパックがあるんですよ、うん、毎回洗って使える。あ、毎回使えるの？はい、パックした上にパックするマスクみたいなのがあるんですよ、うん、すげえ。それをちょっと台に買ってあげて、ね、うん、引き締め効果で小顔を目指そうかなと思ってちょっと気になってる。入るかな？出るか。2個買います。2個か。2個上と下ってこと？そうそう、右と左。上と下。上と下。右と左。うん、オッケーオッケー、うん、いいコンビですねこの2人もね。いや、いじってあげないと。そうだね、そうだね。ちょっと2個プレゼントしますね、じゃあね。いや、やかましいよ。それがちょっと蹴らないでよマイク。あ、やべえ。引っかかってますね。はい、ごめんなさい。なるほど、それは気になるんです。テリビーさん、どうでしょう、プレゼントしてみてはいかがでしょうか。ありがとうございます。富成選手は1枚でいいんですよね。はい、台の分もで全部で3枚で。ありがとうございます。じゃあ結構美肌にも気をつけていらっしゃる。そうですね、感じですかね。はい、なるほどね。面白いですね2人ともね。いやいやいや、ね、あとはね、ラジオネーム熊野城さんからは、ただいま首位ですがチーム内の雰囲気はどうですか。武田選手、うん、うん、みんな元気よく、うん、いいんじゃないですかね。いい感じ。うん、どうだろう、いい感じ。どっち。どっち。いいと思います、うん、まあいい感じね、うん、うん、富成選手は、そうですね、みんなが切磋琢磨し合ってやれてるんで、まあ、勝ってる中でもいろんな選手が出て勝ってるんで、うん、すごいチームとしてはいい方向に向かってるんじゃないかと思います。誰が出てもちょっとこうね、なんか怖い存在というか、相手チームによってはね、そんな感じがするし、まあでも本当オフの時というか普段の時にはワイワイね、皆さんでにこやかに過ごしたりとか、いい雰囲気で私から見てもなってんじゃないのかなって思いました。熊野城さんからね、やっぱりバンラーレ八戸戦、昨シーズン所属していた中筋選手に去年より強く進化している鹿児島イナイテッド選手を見せつけてくださいといただいてますよ、うん、見せつけるしかないですね、うん、これね、です ね、 あとはね、武田選手、富成選手、鹿児島イナイテッド FC の皆さん、怪我だけは注意して頑張ってくださいねと。ありがとうございます。気をつけてね、はい、頑張ってくださいね、はい、他にも背番号31043からも、4月12日のホンダロック戦、宮崎まで見に行ってきました。山田選手のバースデーゴール2発、見事に勝利しました。驚いたことにユナイテッドのサポーターが大変多くて、アウェイという気がしませんでしたといただいています。たくさん来てたですね、うん、もうホームなんじゃないかっていうぐらいたくさん来ていただいて、すごい力になって、そのおかげでも勝てたのかなと思います。そうよね、はい、鹿児島ユナイテッド FC のサポーター本当に熱いですよね。ですね、はい、引き続き皆さん、もっともっとたくさんの方にサポーターになっていただきたいと思います。あとね、ラジオネーム背番号1番さんからいただいております。
富成選手、武田選手、名声コンビのお二人様、勝利の女神にわしゃわしゃされるとより活躍されると思いますよ、だそうです。大丈夫です。よし、やっとこう。ありがとうございました。ちょっと大丈夫です。即答ど、あー、ほらほら出してごらん。今もうやられた気分でいいっす。今自分でやったし、はい、あー残念だな。さっき噛んだのでもうこっちのね心がわしゃわしゃ、なんかうまいね。そわそわしてます本当に。うまいわ。いや、今うまいとか言ってごまかしてるでしょ。大丈夫ですか。わしゃわしゃじゃあやったということで、はい、よろしいんでしょうかね。はい、大丈夫です。はい、じゃあ本当に皆さんお二人の活躍間違いないと思います。今週末のホームゲーム、ぜひ、ね、応援に来ていただきたいと思います。おさらいします。 JFL ファーストステージ第7節、バンラーレ八戸戦です。場所が鹿児島県立サッカーラグビー場、13時キックオフですが、こちらの、無料のシャトルバスとかもねありますので、ぜひね鹿児島中央駅から出ております。しかも無料なんですよね。はい、 OK ですね、無料なんですよね。ぜひ皆さんこちら利用していただきまして応援に来てください。では意気込みを二人からお願いしたいと思います。じゃあ武田選手、今負けなしできてて、うん、でとりあえず前期もいい流れでいって、できれば1位取って早々と J3 でしたっけ、うん、いけるように決めれるように頑張りたいので、これからもよろしくお願いします。武田大選手でした。では富成選手、はい、今週はホームゲームなので、しっかり鹿児島で皆さんと一緒になって勝ちたいと思いますので、今週も応援よろしくお願いします。ありがとうございます。富成慎二選手でした。さあ皆さんぜひ応援よろしくお願いいたします。では、まあ今回のヨカニセイレブンセレクトソングもね、かなりいい曲をセレクトしていただいておりますんで、これはどちらのセレクトですか。トミくんです。いや、お前武田選手ですね。はい、このアーティスト好きなんですか。試合前に聞いてます。わ、じゃあこれかっこよくぜひ曲紹介お願いしますね。はい、 OK、 はい、はい、それではヨカニセイレブンセレクトソングです。どうぞ。エルレガーデンでスーパーノヴァ。